はい、こんにちは。2021年12月16日、木曜日ということで、昨日で学校が冬休みに入った、私でございまーす今日は一日中寝てしまいました。ということでね、スタイラーススタイラースアップルペンシル第2世代ということでね、えー、こちらを一週間学校で使ったので、 レビューをしようかなと思うわけでございますが、えー、アップルペンシル第一世代のレビューって私出したんだっけなんか出したんだか出しないんだかね、記憶にないんですよ。というのも、あまり私はこのスタイラスというものは多分合ってない、合ってないんでしょうね。で、まあとにかく、えー、第二世代、こくつく、これだけが一番良かったね。あのー、例えばさ、なんか、こういう教科書、教科書パーってこうに広げてんじゃんで、ああ、これ邪魔って思った時に、 ペンがさこうこうパッ <laughs> まあここ,ここそそれはさすがいないけどそれはさすがいないけど机の上でねこうパシってやってこうバーンと投げる投げ,投げるっていうかまあ横に置いておけるからあのこうくっつうこのマグネットは結構強いと。もちろんバッグに入れといたりしたら外れちゃうよ外れちゃうけどえちょっとこう近づけるだけでくっつくっていう強さはあるのでこれはまあ便利かなと。 思いいますすそれぐらいですねあとは、えー、手書きがお好きな方は良いのかもしれませんがもうここから完全に、えー、私の個人的な話になってしまうんですけれどもえー、っととりあえず何で、えー、っと突然ペンシル買ったりタブレットで学校行ったりしだしたかっていうと重いからパソコンが、えー、私のいにしえのディスコになっちゃったけど でィスになっちゃったけど、現行ラインナップより一番軽い MacBook なんですね。これが一応1キロ切ってるんですけど、重たいは重たいですよ。だって、よく考えてみてくださいよ。去年まで私、駅の、えー、なんていうの、キオスクとかで、ハイチュー1個買おうかなっていうのをためらってたんですよ。ハイチュー1個買うと、重たいバッグが重くなるからどうしようって言った人間が、毎日パソコン持って学校行ってるってもう奇跡ミラクルですよ。なんだけど、 重いは重い。で、タブレットだったら、まあ軽くなるから、そうしようかなと思ったんですね。で、キーボードは持ってっておりません。バーチャルキーで全部やりました。えー、キーボードを持ってくんだったら、まあメーカー問わず探しまくったところ、だいたい 200g が最軽量っていうところなので、そうなると、もうノート PC、 でいいじゃんっていう結論になる結局ゴテゴテくっついてさ重くなるんだったらあの使い勝手はノート PC の方がいいわけだからあのタブレットにこだわる必要ないなと思いましたただ一つそのまあ私が MacBook を持ってっているっていうところが、えー、ポイントなんだけどまあ Windows だったらねあのこういうふうにこういうふうにしてタブレット化できる手書きできるっていうのも ありますけど私がね、今現在は一応 MacBook 持ってってるんで、えー、それには手書きの能力ないので、えー、そこと比較すると、こっちは手書きができるという形になりますよね。これはできるわけですよ。できるのですが、 まあ、完全にこれ本当申し訳ない。あのー、客観的なレビューではないです。私が手書きができなかったってことですね。皆さんが手書きで書いている速度の何倍も遅いから置いてかれる。まあちょっとさ、理想論で言うとさ、あのー、パ、 と配られた、えー、なんかテキストあるとするじゃないですか。授業のね。あの、これ、今日これやりますかってこれを配られて、えー、それを、まあ、データで出してくれる先生はそれでもう完結ですけど、紙で出されてもパチャって写真撮ってすぐ取り組まいいいわけですよ。で、その上にこう書き込んでいけるっていうので、まあ、実際ここ鉛筆で書くこともできるんだけど、えー、データ化ができるっていうのですごく便利っていう武器はありますが、えー、いかんせん私が <laughs>、 問題ですよね。字が汚くて、後で自分で読めないことがある。おそらく、授業中焦って、やべえ、急いで書かなきゃ。っていうので書いてるから読めなくなるみたいな。うん、こう、これが私の日本語能力の最、これ全開です。フルフル、フルフルの、もう、あの、ハイパー、ハイパーモードでこれです。 でえー、あとは字がでかくなっちゃうんですねどうしてもこんな感じ手書きはあのー、こう手首が壊れてる関係上力が入らないから鉛筆はこうは持たないんですよ痛くなっちゃうからだからこう持つわけこうあのこう持つとこう力を入れなきゃいけないじゃんだけどこう持つとう 手,手全体で力入れられるから、まあこ、ここで挟んだりとか、こう、このまま持ったりとかで、こう文字を書いていくのね。でも、それうまいんですよ、私。書けるんですよ。書けるんだけど、力を入れるためにね。だけど、アップリメーションの場合、それがないので、あのー、ただ載せる。ただ、こう載せるだけで、摩擦係数なんか関係なく、静電気だからね、ただ載せるだけで、色が出る。色が出るっていうか、書ける。っていうので、えー、ちょっといけないかなと思ったんだけど、無理でしたね。無理でした。 あとだから2点ですね字がどうしても手書きの場合巨大化してしまうっていうのと決定的に書く速度が遅いまあそれは怪我っていうのもあるでしょうけどこの怪我をしてから文字を書くことがなくなったんですね自分のサイン入れるぐらいであとはもうすべて、えー、区役所とかもう全部そうですけどあの本人でなければダメっていうもの以外はすいませんちょっと手が。 手に障害があるので、えー、代筆をお願いしますって言って助けてもらってきたんで文字を書くことって自分ではないよね入国とか出国のサインぐらいでもうないんですよ本当になくて,、えー、書いてもう長年書いてこなかったせいで書けなくなっちゃう。 た <laughs> くなっっっちゃったっていうのもあるよねであとはバーチャルキーだとものすごいストレスがたまるし速度も落ちるそうするとえー、よく大学生の YouTuber なんか見るとね iPad 買ってよかったみたいな、ね、iPad じゃなくてもいいけどタブレットとペンシル と純正カバーみたいな買ってよかってかたたみたいなのがあるんですけど純正カバーなんかあれ5 0 0グラムぐらいありますからねそしたらあのもうあのノート PC 超えますからあの重さねだからまあそれはあくまでえ体が通常の能力を持ってる私はあのちょっと問題を抱えすぎてるので通常の能力を持ってる人が そそれこそパソコンとタブレット2台持ってたっていいっていうかすごいもんだって皆さんのカバンの重さ信じられないので私なんかだともうあれですよテキストずたずたにしてますからまあだからこういう感じであの必要な必要なところしか持ってないですよ重いから。 で、持ってかないし、で、もしそれで、は、あの、過去のところとか振り返ったりしてくださいって言われると困るじゃん。だから、私一応全部 PDF 化してあってデータにも持ってるという形で、もうとにかくバッグの重さがあると、えっ、ー、と、疲れてしまって何もできなくなっちゃうので、えー、そういう形を取ってきました。で、手書きに関しては、うん、そうだね。やっぱりペンシルに関してはね、本当にやっぱ素晴らしい製品だとは、 思います私が使いこなせないっていうだけで、うん、例えばだってじゃあホーキング博士が使ってたあのテクノロジーあるじゃん口の動きとかで文字が現れてくるっていうあのホーキング博士のシステムはホーキング博士には最高だけどアップルペンシルホーキング博士ダメでしょで多分乙武くんもアップルペンシルダメでしょ同じように私もあの理由があってアップルペンシルがダメっていうだけであってこれ客観視するとまあすごく良いと 思います。で、第1世代と第2世代どっちがっていうと、まあ、機能としては、くっつくかくっつかないかっていうところと、充電がくっついた状態で充電。前のは、このライトニングのところにぶっ刺してっていう、すごくダサいし、あの、壊れやすいよね。端子がた簡単,単純に、ちょっと変な、ここ力入ったらぶっ飛ぶから、折れちゃったりするからね。っていうので、えー、問題点を改善された、えー、もう、これ以上、アップルこれ以上第3世代とかいらないからねっていうので出来上がったかなと。 思いますだからあのジョースがさあの「ノースタイラース」って言った時はタブレットのスタイラスでもないし、えー、当時のスタイラスペンってさまあ本当に静電圧式静電容量静電容量方式のここに静電気を乗せてで指の代わりとして使ってたわけですよね。そうすると例えばここ ここあありまますよよねねここここキャャプチャーしろって話なんだけど、まあ、いいよ、ね、ここここにこう書いてる分にはいいけどみんなノートってこう書くでしょノートっていうか手書きの時持ち方が合ってんのかあるのがあかんないけどこう書くでしょその場合ここが反応しちゃって何もできなかったから、えー、ここの部分を反応させない機能とかここの部分を反応させない こう手を置くところというふうに昔は対処してたんですよ。だけどこ、こういうあの専用のペンシルになってから、もうこ,うこんなん関係なくこう書けるようになった。っていうのは私はえジョブズの時ではなかったテクノロジーなので、まあありかなとは思いますね。思います。だどういうい まあ、大学に関してはどういう風に学習を進めていくかって自分でやりたい、やりやすいようにやればいいのであの腕に問題があるんだったらどのようにやるのが一番かなっていろいろ考えた結果ペンシルというか手書き系はやっぱダメだね私は。で、まあ、怪我があるので、えー、と授業中板書とか写真撮っていいっていう許可もいただいてるんですよ。あのー 字がちっちっゃくて見えないとかどうしても見えないとか目が悪いからねあのキーボードの速度が追いつかないことはないんだけれども何て言ったらいいんだろうなちょっと面倒くさい時面倒くさいってそういう面倒くさいんじゃなくてちょっとこれはっていう時あるんだよ。その場合板書場所場所って取ってそのまんまあのー、こっちにパソコンに落とし込めば。 あの書く必要はないので家帰ってきてそれを見ようって時は板書そのまま見れるのでであとは自分でその板書についてのコメントをキーボードで入れておけばいいだけだからその形が私はやっぱいいのかなちょっとタブレットはうーん手書きのメリットを全く感じなかったね。これ またか、ま、って感じでしたけどまた第一世代と同じになっちゃうんだけどお蔵入りだねあの多分使わないもう使わないと思うあの私多分100回書く例えば1個の単語を覚えるのにあの100回書くより100回見た方が覚えられるタイプなんですよ100回書くより100回聞いた方が覚えられるタイプなんですよ それは、後天的なものなのか、先天的なものなのか、全くわかんないけど、無理して書いて覚えるパターンじゃないんだよね。だから私、単語に関しては、朝起きて単語帳を見る。夜寝る前に単語帳を見る。みたいな感じなんだよね。で、例えば、その、イエスデンなんかをフランス語で聞いてる場合もう、書き取ったりはしないから、別に聞いてるだけで、えー、だんだん覚えていくんじゃん。 最初はゆっっくり再生しててとかっていう方法もあるわけですよ0.5倍にして再生して正確に聞き取っていくっていうのもあるんだろうけど私の場合そのまんまずっと連続で流しまくるとだんだんあのなんだろうね昔の格闘ゲームって速度遅かったじゃんでも今の「ソリトファイター」5とかって速度速いじゃんだけど誰もあれが速すぎると思わないじゃんいい感じの速度速度になるじゃん慣れてるからじゃん。だけどリファイター とかってもうそんな感じでもうそこは多分性格が私はあのループが好き買い物芸とかお,お使い芸とかさ MMO とかさあの大好きだからでほらなんだろう マドラックス、アニメね。マドラックスなんてもう20年ぐらい見てるわけじゃん。もう意味わかんないことを見続けることができるっていう謎の体質があるから、好きなものに関してはね。だから、だからさっきもコードギアス見たからね。コードギアス見ながら、ああ、だいぶセリフ覚えてんな。フランス語版買おうかなとかって思うのに見てるね。だからそういうその、学習の方法ってさ、人それぞれでよくて、あの、目標も人それぞれでいいわけですよ。 勉強なんてものはあのだって勉強ね特に大学なんて高等教育っていうところはさ、ね、高いお金払っていくわけでその後どうこうっていう話じゃないじゃん勉強がしたくていくからまあちょっとね今の,はに今の日本にとっては理想論かもしれないよゃなんだろう就職活動みたいなことやるからなんだけどここ,ここまでいきたいとかさその目標すら人それぞれでよくて。 で学習の方法が自分はこうあなたはこうみんなはこうこれでこれでさ好き好きで個性がそれこそ多様性ですよんなこ,うこのようにやりなさいって必要はないわけだって勉強だからね <laughs> 勉強だからね何かそれでさ問題があるんだったらホーキング博士はどうなんだった話やからね <laughs> ねえホーキング博士ヒックス粒子どうすんだっていう 彼はねあれで素晴らしい、ね、天才ですよ、ね、やったんでまあだから私にとっていろいろなこんまあ冬休み入ってもう1年終わりに近づいてきたわけですけどあれやこれやあれやこれやあれやこれやね買っては役に立たない買っては役に立たないみたいな無駄金もいっぱい売ったし結局のところノートパソコン1台っていうところかな。 で、それは別に今 Mac 持ってってるけど、別に Windows でもいいんですよ。Windows でもいいんだけど、キーボードが US キーボードで、私の好きな、好きというか、あのね、MacBook のいい点は、キーボード優秀なんですよ。配列がね。バタフライキーボードとか、シザキーボードとか、ね、あの構造はゴミですけど、おっと。あのー、ちょっと、うん あのおごみですけどね <laughs> 構造はおごみですけど配列に関しては非常にタッチしやすい型あのボタンのサイズとかになっていると。だから好きでキーボードっていうところでねもし、まあ、今ソニーがね一応 US キーボードで選べるようになってるんですけど、うん、全メーカーがキーボードを使いキーボードに凝り出したら。 で、US だろうがなんだろうが先最初からカスタムできて、凝り出したら、まあ、選択肢はいっぱい増える。私はね、私はちょっとね、あの、イライラしちゃうん、ジスキーボード。とら完全にはそれも私の個人の感想ね。あの、いや、できる、打てるんで、打てるんだけど、っていうところで。別に Mac がどうこうで使ってるわけじゃなくて、キーボードはね、もう構造は、あの、おごみなんですけど、ね。 ちゃんと「お」をつけて丁寧にしゃべってますけどねおごみなんですけど配列に関してはあの非常に美しいあの打ちやすいいうところでまあ結局次期 MacBook Air に期待しましょう次期 MacBook a i r 1キロ切るのは当たり前当たり前世界最軽量を目指してください6 0 0ム 500g 台とか言っちゃってもいいんじゃないのいいんじゃないのプラスチックすりゃいいじゃん。なに、なに、ステンレスとかさ、カーボンとかわけわかんないさ、もう。いいんだって。いいんだって。本質を忘れるな。スティーブ・ジョブスは、デザインとは、見てくれだけのことを指すとは言ってないんだよ。これ名言ですよ。覚えとけスティーブ・ジョブスっていうのは、デザインとは、 使いやすさなどをすべてひっくるめた上でデザインと呼ぶ。素晴らしいデザインというのは素晴らしいプロダクトと呼んで過言じゃないってことですよ。素晴らしいデザインは見た目も美しく、使い勝手も美しく、 ね、人間に寄り添ってくれる。だってこんなもん人間の拡張パーツですからね。だから、その言葉を忘れちゃいけない。決して、カラフルだとかね、綺麗だー、かわいい。今度の iPhone は、なんか、ねーじゃないの。中もひっくるめて、OS も全部、全部、全部ひっくるめて。ユーザーインターフェース、UI、IO す全てひっくるめて。だからこそ、ジョブスは誰も見ない、マッキントッシュの中身の、マザボのね、この構造とかまで、あの、 こうなったわけですよでエンジニアが「スティーブこれマザーボードの, <laughs> あのコンデンサーのハイレスとかって美しくして誰が見るんですか?」って言ったわけですよ。ただからスティーブ・ジョブズは「俺が見る <laughs> 誰がこんなの,あのパネル開けて中見てさどうにもできないんでさ誰が見るんですかやっても意味ないですよね」ってさ俺が見る」。以上。 ペンシルは私は私ですねやっぱりなんやばい手書き手書き勢が買うべきものなんだよ。でちょっと使ってみたけど圧倒的にあの例えば先生が喋ったことを打ちたいって思うと打ってる最中に次いっちゃうとかで打ってるいあ打ってる書いてる最中に次いっちゃうとかみんなが書き終わってる時に私はまだ3分の1しか書けてないとかであくまでメモはメモ。 授業、例えばメモに必死になりすぎて先生の話を聞き逃したら全く意味がないわけですよ。それこそだから私は授業中一切のメモを取らなくても良いのではないかなっていう考えを持ちつつあるも持ちつつあるっていうかかなり持ってるんで後からメモすりゃいいじゃん。 いったことで大事なところをメモすればメモっていうか後から書けばいいのであって授業中先生を追ってメモする理由ってなんだろうなっていうのが今の私の考えかないやもともとその考えましたんだけどねだけどまあ いろいろありますね。とりあえず、アップルペンシル2含め、え p、ー、アップルペンシル2じゃないけどね、第2世代。まあ、第1世代の時も多分レビューを出してなかった気がするね。出してたとしてもね、なんかね、定裁を保って、保ったレビューにしてたかもしれない,い。とにかく1作目だったからね、あの時は。今回2作目で、こうスタイラスペンっていうのが普及してますから、もうこれが事実です。私はスタイラスの、えー、客観レビューはできるけど、 え使い込んでお前がどうこうっていうのは私にはあの使えないデバイスですね。以上聞いていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。